ダードフブは主にフレームバッファを実装した組み込み機器において、組み込みリナックス等のカーネル環境上でグラフィックスを扱うためのライブラリーである。ダードフブはダイレクトフレームバッファを意味する言葉であり、GNU、Linux システムなどユニックス系ベースのオペレーティングシステムにて動作するソフトウェアライブラリーである。主に組み込みリナックスでの利用を前提に開発されている。 これは少ないメモリ使用量でグラフィックアクセラレーションを実現し入力デバイスの管理や抽象化レイヤーの作成、ウィンドウシステムの統合などのサポートを一切カーネルに変更を加えることなくフレームバッファの上層に透過的なウィンドウと多層の描画レイヤーを提供することで実現している GPU が実装していない機能は CPU でレンダリングできるダードフブは GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスにて配布されるフリーソフトウェアである。このライブラリーは開発者がユニックス系オペレーティングシステムにおいて完全な XWindow システムサーバーの代替として利用可能になるよう設計されている。ダードフブを利用すると直接 API を使用しアプリケーションとビデオハードウェアが会話できるようになる。その結果、 描画操作を高速かつ簡易に実現できるようになる。このライブラリーはしばしば組み込みシステムの開発者が完全な XWindow システムサーバーの実装によるオーバーヘッドを巧みに回避し組み込みシステム上にビデオゲームを実装する際にも利用される。2006年に発表された DARDF 部が CE Linux フォーラムのオーディオビデオグラフィック仕様 V2.0 の ソフトウェアスタックにも含まれている。ダードフブは、ザダードフブという、ダードフブが生成するウィンドウを、X11 の最上層のウィンドウに描画する、ルートレス X サーバーの実装にも利用されている。ザダードフブはダードフブ上の X11、アプリケーションを書き換えることなく容易に動作させるため、X11 とダードフブの間に立って、両者のインターフェースを取り持つ。ダードフブグルは、 オパングルのハードウェアアクセラレーションをサポートするためメサ 3D ライブラリーのダイレクトレンダリングインフラストラクチャを利用するダードフブ、ザダードフブのためのオパングル拡張である。ダードフブは組み込みに限らずメモリリソースの限られた環境でグラフィカルなインターフェースを提供する場合に使用されることがある。例えばハードディスクへのオペレーティングシステムのインストール時においては ディスク上にファイルシステムが作成されるまでは多くのデータがメモリのみに溜め込まれているケースがある。このような時に GUI を提供する場合は少しでもメモリを節約するため XWindow システムの代わりに d a ド d f i b をインストーラに組み込む場合がある。Linux Distribution の d e b i a n はオペレーティングシステムのインストーラーである d e b i a n インストーラでグラフィカルインストールサポートのために ウィジェットツールキットの GTK とのバインディングである GTK オンダードフブを利用していた。ダードフブを利用する製品の一例はリニックストブ、販売されなかったがパームホーリオモバイルコンパニオン、WebOS オペレーティングシステム、そしてジョインスペースプロジェクトの成果物をベースとするフィリップストブである。日本ではシャープのアクオスやソニーのブラビアなど、 デジタルテレビの実装にも用いられている。LGPL の条件下によって利用されたソースコードの本案が公開されており、いくつかの機種でダードフブが使用されている。液晶テレビアクオスサポートステーション、ソースコード公開、シャープ、シャープ。2011年5月8日へ覧。ソニーグローバル、ソースコードディストリビューションサービス。ソニー、 2012年3月25日閲覧、ありがとうございます。